バレーボール2011、12ボルトプレミアリーグは2011年12月10日から2012年3月25日にかけて行われた V プレミアリーグの大会である。3回戦争あたりのレギュラーラウンドを行う。通算成績の上位4チームがセミファイナルラウンドに進出し、上位2チームが優勝決定戦を行う。 12月24日、12月25日、1月14日、1月15日、1月20日、1月21日、1月22日。1レックの結果、1月28日、1月29日、2月4日、2月5日、2月11日、2月12日。東レのリーグ連勝記録が16でストップしたが、これは歴代2位となる連勝記録である。2月18日、2レックの結果、2月19日、この日の。 結果、トーレの4位以内が確定し、セミファイナルラウンド進出が決定した。2月25日この日の結果、パナソニックがセミファイナルラウンド進出を決定した。2月26日3月3日この日の結果、堺がセミファイナルラウンド進出を決定した。3月4日3月10日3月11日3。 レックの結果3月16日、3月17日、3月18日、3月25日、3月31日、4月1日。JT は2連勝で残留が決定。大分三好と筑波ユナイテッドは1勝1敗となったが、セット率でだいぶ三好の残留が決定した。 12月10日、12月11日、12月24日、12月25日、1月7日、2011年12月31日に、募した松平安高の冥福を祈り、マッチナンバー513及び515の試合開始前に黙とが捧げられた。1月8日、1月14日、1月15日、1。 レックの結果1月21日、1月22日、1月28日、1月29日、2月4日、2月5日この試合でベタニアデラクルス選手が記録した54得点は2011年11月に韓国 V リーグでマデラインデモンターニョ選手が記録した得点に並ぶ世界大記録である。 2月11日にレックの結果2月12日開幕から連敗を続けていた NEC がリーグ戦の連敗記録を14でストップした。2月18日2月19日この日の結果、トーレとデンソーの4位以上が確定し、セミファイナルラウンド進出が決定した。また、NEC の7位以下が確定し、V チャレンジマッチの出場が決定した。2月25日この結果、 久光製薬がセミファイナルラウンド進出を決めた。2月26日、3月3日、3月4日、3、レックの結果3月16日、3月17日、3月18日、3月24日、3月31日、4月1日。ありがとうございます。